はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、皆さん、診断で実装されたエニグマスターパックビットというモンスターご存知でしょうか。このモンスターは結構有能で、ちょっと効果紹介していきたいんですけども、チューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上で作れるレベル8の、汎用シンクロモンスターになってまして、レベル8のシンクロなんでね、割と、まあ、いろんなデッキから出せますね。で、このカードが、シンクロ召喚した場合、または墓地へ送られた場合、自分の墓地か相手フィールドの、モンスター1体対象にとって、自分の手札を1枚捨てることによって、対象のモンスターを永続トラップカード扱いで、元々の持ち主の、魔法トラップゾーンに表側表示置きますという効果になってます。だから、除去方法として、まあ、墓地にも送れない、戻さない、デッキとか手札に戻さずに、永続トラップカード扱いで押し込んじゃうんで、魔法トラップゾーンに。これ結構ね、除去方法として優秀なんですよね。で、これ、シンクロ召喚した場合と、墓地へ送られた場合にもこの効果発動できるんで、例えば普通に相手のモンスターがぶん殴ってきて、で、こいつが墓地送ったっていう時もいけるし、あと単純にその墓地へ送られた場合なんで、これなんか適当にその、例えばドラグマンパニッシュメントとか、なんか愚かな重装とか、まあ、今回入ってるんですけど、このネオテンペストとか、こういうカードで送っても効果発動できるんですよ。だからこれがね、非常に優秀ですね。で、しかも、永続トラップカード扱いで魔法トラップゾーンに送り込めるんで、例えばペンディラムテーマのデッキとかだったら、もうなんかペンディラムゾーンに押し込んじゃえば、もう相手スキル跳ねないから何もできないって感じじゃないですか。で、これが結構ね、面白い、ですね。で、2番の効果で一応永続トラップカード扱いの場合は、自分相手のターンに自分の、魔法トラップゾーンの表が処理のカードを特殊召喚するという効果ありまして、まあ一応、センチュリオンとかとは、まあ、割と相性がいいとか言われてるんですけど、まあこいつ、やっぱ結局出しに行くとかセンチリオンってなんかこれ別にいなくてもこいつがいなくても全然回るのでなんかあんまりいらなくて、でこいつの真骨頂はやっぱりシンクロ召喚しなくても墓地に送られた場合のにこのカードの効果使えるよっていうところだと思うんですよね、僕は。なので、まあ、単純にこいつ墓地に送るデッキって何があるかなって思ったんですけど、まあ、これサイバース族のシンクロモンスターなんでやっぱりネオテンが一番強いと俺は思うんですよね。あのネオテンペストって、まあ、自分が相手のターンにデッキエクストデッキがサイバースドグモンスター墓地を送るっていうフリーチェーンの効果あって、で、まあ、属性も同じ属性として扱って打点が2500アップするっていう効果あるんですけど、これでね、まあ、今までは基本的にその、アグリゲーターとか送ってたと思うんですよね、あのサイバースドグモンスターとして。でこれで相手のモンスターの効果無効にするとかあったと思うんですけど、これ単純にこのモンスター送れば除去できるのね、除去モンスター除去だから、ネオテンペストのなんかそのなんだろうな、妨害の質がちょっと上がるんですよね。あのアグリゲーターってやっぱちょっと遅くて若干無効にするだけだから、結局だからそのなんかしかもなんかその送った瞬間には無効にできないし、なんかちょっと若干使いづらいんですけど、こいつは除去してくれるんで単純にやっぱカードがマイナス1されるから、ほとんど相手の盤面のカードがだから、これがねすごい強いんですよね。はい、ちょっとね、まあ、使ってる様子いくつかあの動画にしてきたんで、ご覧いただければと思います。やっていきましょう、デュエルスタンバイ。おお、ハンド強そうじゃね、これハンド強そうじゃね。残機サーキュラー君効果発動します。シグマ墓地送ります。いや、と残機デッキさ、なんかさ、いろいろなんかプロテクト型残機みたいなやつが今強いらしいんですけど、ちょプロテクト型残機ちょっといろいろ勉強してみたんですけど、あれエクストラデッキマジで足りなくなるんですよね。なんかパックビットとかをネオテンで落とせるほどの余力がなくて、諦めました。今まで通りの古き良き残機みたいな構築になってます。これなんでかっていうと、ネオテンでパックビット落として妨害する方法をしたかった場合、エクストラデッキ使うんですけど、エクストラデッキの枠が、ね、シンギュラリティ型だと足んないからですね。はい、プロテクトコールトーカー型だとあまりにも V ランキドとかいるし、 V ランキドラとかなんかファイアーウォール3種類ぐらい入れられていけないし、俺のエクストラ無理だったんで、今回はその方ではないということだけちょっとお伝えしておきます。まあ、とりあえず、サイバースドグモンスター2体でいつも通りの展開をして、で、スプラッシュメイジさんが爆誕して、パラレルエクシードさんの効果が起動しまして出てきますよと。はい、でパラレルエクシードさんも出て、まあ、サーキュラープラスパラレルエクシードとかいうなんか宇宙起きそうな反動してて、これ確かなんかなんだっけ、あれ入ってる場合はプロテクトコードとか入ってる場合はなんかほんとファイアーウォール3種類ぐらい並ぶみたいな、超会場プラスファイアーウォールドラゴン3種類みたいなね、そんな感じのね、やばい激ヤバ盤面になるらしいんですけど、ちょっとね、今回ちょっとパックビットを活躍させたいんで普通にネオテン型にしますけど、トランスコールトーカー回ったら強いだろうな。あれしかあとドローバーとか使えるらしいね、うまいことね。まあ、ちょうどドローバー引いてるけど、で、あ、ちょっと待って、トランスコールトーカーの効果
で、まあ、スプラッシュメイジさん出しまして、で一旦これリンク値1余るね、やっぱり。メイジさんとまあ誰でもいいですね、これこうしまして、ワンドローまで、ワンドローというか相手のターン待たなきゃ通常なんだよ。これ1枚ドロー入れられます。よっよっと、あ、いいね。ほんでプロこれトランスコードを置いておくと、多分その対象耐性がネオテンに付与できるし、トランスコードを使ってリンクするとあれだね、ヒートソウルのドローが残るみたいな感じ。これちょっと一応無限保養も気がするわ。で、おいしょ、ファイアーボールドラゴン、ダークフルード、ネオテンペストを出して、ほんでさらに拮抗勝負までケアする。拮抗勝負、無限保養まで全てをケアしていく。で、ハッカー、まあ拮抗勝負はね、ちなみに超解除打っちゃまあケアできるんだけど、でこうしてエンドフェイズ入って、ネオテンの効果一応、まあ、もうないと思うけど、エフェクトベーラーとかをケアするためには固定エンドフェイズに打った方がいいっていう、いうふうには言われてはいます、一応。はい、でこうしまして、 OK、 これで、まあ、一応理想展開かな、これが理想展開で、カードを1枚ドローして、でさらにパックビットの手札コストも、あー、まあ、いらないね、パックビットの手札コストも今一応稼いでいくという感じですね。さあ、あ、ペルレイの、なるほど。いやー、これね、相手デッキ多いから芝刈りとか持ってるかもしれないんだよね。まあ参戦の号とかはあるかもしれないけど、いや、これ60枚でしょ、これ G じゃなくて、これドロバロが強い気がするな。60枚デッキって参戦の号とか参戦のサイとか持ってるんですよね、基本的には。だから多分これドロバ打って、だからドローとかサーチとかさせないようにした方がなんか強い気がするわ。 OK、 通った、よし。これでね、まあ、かなり動きづらくはなってるはず。もう俺ちなみにもうあの展開しないからね、一切何もしないから、まあ泥場自分は関係ないから。まあ、ちなみに俺の増重は腐ってたけどね、あの1ミリも腐ってないから腐ったんだけど。あ、シェイレーン、はい、シェイレーン、まあ、うぜえな、シェイレーン、シェイレーンうぜえな。まだ墓穴あるから大丈夫か、墓穴あるから、まあ最悪。うわ、ハーフにつきゃ、うわ、やばい、それは。いや、これケルドが強すぎ、ワロタ問題発生するんだけど、まあ打つしかないね。で、墓穴の指名者って言って、まあ一応ハーフにすって言えば、まあ戻してくれるんじゃねえかな、これ相手。ケルドどうします、使います、まあ使うようであれば、まあチェーンすればいいんで、スルーなんだ。あ、やるね。超会場は絶対に通したくないってことなんかな、多分。これね、ケルドとかムドラ落とされるだけで、結構超怪獣の妨害結構死んじゃうんですよね。かなり妨害消えるんで、結構1個、あ、そこで使ってくれるの、なるほど、そこで使っていただける、なるほど。じゃあチェーンした方が良かったのでは。そこで使うのであれば、結局それだったらチェーン2で発動される、まあ、あれか、分かった。はいはい、そういうことね、なるほどね、はい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 。これあれ絶対に、どっちにしようかな、これさっき使えばよかったんじゃない、これ。じゃあ早くにただ除外されただけなのでは、やはり分かってなかったわ、全然よく分かんない、相手が考えていることが。で、特殊召喚、 OK、 特殊召喚、特殊召喚 OK。 でこちらにキトカロスとかもさ、あれだな、一応これでペルレイノがどっか行くから、テレーどっか行ったってことは、これまあ最悪キトカロスとか出てきても、キトカロスをパックビットで押し込んでしまえばいいっていう説はある。で、これモンスターを持ち送ってしまうと、シェイレーンでワンチャン融合される可能性があるんで、2枚にしといたらいいんじゃないですかね。こうしといたら、待って、ちょっと相手の手札を1枚ランダムに、まあでもこれもあれ、あのティアラメンツモンスターを送られる可能性があるの、うざいけど。で、魔法トラップを持ち送ります。あ、参戦の後、よし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 、これ参戦の5、3です、でけえ。参戦の際パクる、まあ、パクられたらやばいので、ネオテンパクられたらやばいので、まあ、マルラプラシアの無効にするしかない。ここで、こっからのちょっとね、芝刈りはマジで効いてないから、ちょっとこれだけ本当にやめてほしい。こっからの、こっからの芝刈りはマジで効いてないから、本当にやめてください。ディセーブルムどっか行ったから、もう魔法ストラップカード、ああ、なるほど、
これ押し込んじゃえばいいんじゃね。これ押し込んじゃえばいいんじゃね。ファイヤーウォールドラゴンの効果発動、ファイヤーウォールドラゴンネオテンペストの効果により、エニグマスターパックビットを墓地に送ること、あとかこれあれか、ディセーブルももう一個くらいのこれで、サクリファイスデモンロータスを相手の魔法トラップゾーンに押し込んでいけ、押し込め、うわー、ネオテンボタンを押し込め、うわ最強。なんて強いんだ、なんて強いんだ、よーし。シェーン、いや危ねえ、ちょっと若干まくられかけそうになってたけどな、危ない。ふえ、でデコロとかヒートソウルの効果でカードを1枚ドローさせてもろて、でまあこうで、ああ、ありがとうございました、ありがとうございました。60枚はね本当にね、まくられるか怖いんだよね。うわ、展開札めちゃくちゃ寄ってんなこれ、やばい展開力だよこれ多分。サーキュラーいきます。さあ、サーキュラーパイセンの効果、シグマ墓地送って特殊召喚、なるほど。まあ、多分これ、包容かベーラーかその辺なんじゃないか。ここでチェーンあるのは多分そうだと思うんだけど。さあ、シグマ特殊召喚効果。どうしますか、打ちますか、打ちませんか。あ、打っていく、ここに。なるほど。ここに打っても大体貫通されるけどね、基本的に。サイバースって、まあ、でもどこに打ってもあんまり大体貫通されないけどね。ちなみに、どこに打ったって結構あんま関係ないみたいな話あるんだけど、まあ、とりあえずダランベルシアン行きましょう。で、ダラニングベルシアンを出して、でダラン効果で、残機カードを手札に加えないといけないの、なんかあんだおい、おマジマジキショキショ、マジキショいな、それはさすがにキショいわ。ファイヤーウォールディフェンスでしょうか、さすがにキショいな。どうするかな。まあ、でもこっからまあ展開伸ばせるんで、まあ、どこまでいけるか分かんないですけど、まあ、リンク値伸ばしていきますか。スプラッシュメイジを出しに行って、もうやめてね、さすがに、もうやめて、さすが、あ、オッケーオッケー、さすがに大丈夫そうだ。でこうして、で、スプラッシュメイジ効果発動、まあ、エフェクトベーラーと無限包容を、まあ、貫通してワンチャン展開できるっていうところを見せられる可能性が結構あるんだけどね。で、ですね、まあ、リンクデコーダー行きまして、まあ、いつもなんかこの展開ずっとさしてたからさ、あんま俺シンギュラリティの展開ちょっと分かんなくて、今度はシンギュラリティ型も自分の勉強があったらちょっと動画にするわ、今更感あるけど。シンギュラリティ型、まあ、ドロバでなんかあれでしょ、増時ケアできるらしいけど本当か。さあ、リンクデコーダーでトランスコールトーカーの効果発動で、スプラッシュメイジを爆弾させて、でリンク値とりあえず稼いだので、これデコードとかヒートソウルも出していく、まあ、トランスヒートソウルみたいな感じでなんか止まってなんかドヤ顔するみたいな感じだったんですけど、ネオテンペストが来たことによってやっぱりね、ちゃんと妨害が構えられるよっていうのが非常にでかいですね。あ、いらない、おお、ダイヤ来ましたね、今いらないですよね、一切1ミリもいらないですけど。さあ、サブトラの効果起動して、ファイアウォールガーディアンの打点下げまして出してきまして、で、まあリンク値ちょっと稼いでもあんまりいいんだけど、シンギラ3、4、5、6、まあ、シンギラよりもネオテンの方がいいね、さすがに。まあ、シンギラはシンギラ強いんだけど、まあ、ネオテンいきますか。トランスコールトーカーを参考にして、で、これでネオテン出しって OK で、ファイアウォールガーディアンの効果起動します。これあれだっけ、俺、リングリボーまだ使ってねえよな。だからリングリボーを出して、これで一応拮抗勝負までケアすればいいか。まあ、超解除はできんかったけど、まあ、盤面的には強いんじゃない、無限保養もあって、でディセーブルーム落として無限、リンクリボーとディセーブルームで魔法トラップカードを1回ずつ無効にできます。で、ネオテンの妨害でさらに相手のモンスターをエニグマスターかアグリゲーターで無効は押し込みがあり、でさらに、ヒートソウルで1枚ドローが入ると、いや十分妨害はあるけどちょっとまくられそうで怖いという感じですね。さあ、どうしますか、墓穴、なるほど、あ、ディセーブルか、あ、ごめん、ちょっとやばい、ちょっとドロスのけだ、
ドローすんのすみません、すみません、完全に、慢心していました、すみません、ドローフェーズにドローはすべきでした。これはメインフェーズに打ってしまうと参戦の際の発動条件を満たしてしまうためちょっとやばいかもしれません。大丈夫でしょうか。これね、そういうことあるんだよ。あ、魔術師か。あ、これね、魔術師はね、ちなみにね、これね、割とカモ感あって、エニグマスターパックビットでペンデラムスケールのところに永続トラップカード扱いで相手のモンスターを置くと、多分相手ペンデラムできないのでこれエニグマスターが活躍する可能性めちゃくちゃありますね。はい、これもしかしたら一番強いエニグマスターの強いところ見せれる可能性があります。さあどうする、お相手し、あ、なるほど、もう打っていいよこれ。いやこれマジで、ね、これ絶望するよ。ファイヤーウォールがドラゴンダークールドネオテンペストさんの効果によって、まあ、エクストラデッキからカードを送りますよと。で、エニグマスターパックビットを送ります。でエニグマスターパックビットの効果、ね、相手のモンスターを手札を1枚切りながら魔法トラップゾーンに押し込むんですけど、押し込む場合このペンデラムスケールに押し込むことによってこれでもうペンデラムができないとスケールないね、永続トラップか出すからね。それどうする、そうなるんだよねペンデラム殺しの竜決まった。うわー、いやもうちょっと展開札ちょっとあまりにもさ、なんか先行でさ妨害されすぎてさ、ちょっと展開札いっぱい入れよう、強くしようと思ってさ、なんかそのサイバネットコンフリクト構えるムービングもちょっと取り入れたんだけど、やっぱ結局そうするとさ誘発がなくなって後手勝てなくなるんだよな。ジェネックスブラスト何、やばい、これ古き良き、やばい、ちょっと待って、ミストバレーの新プムーで決まってるんだけど、やばい何時代これ、やばい、なんかその昭和の遊戯をしてるのこれ。ミストバレーのライチョウ来た、やばい。おお、そのなんかサモンプリーストミストバレームーブはお前これ昭和だろ、遊戯王としては。エンシェントフェアリーが強いな。エンシェントフェアリーのこれ同盟サーチできなくなりましたもんね、あのフィールド魔法ね。同盟サーチはできなくなったから、まあこれは別にそんなにやばくはなくて。あ、ホルス、なるほど、こっからホルス行くってこと、強ない。で、だからレベル4以下のモンスター出す、あ、もう一回出てくる、あ、もうもちろんあのターン1じゃないという話ですか。で、あれ、ジェネックスバードがまた出てくると。で、バードマンの効果によってさらに出てきて、で、ライチョウが、戻ったのでまた出てくる、強すぎる。強すぎるね、この動き。なんか、令和の時代になんか昭和の勇気を見せられてるの、これ。はい。さあ、3体のモンスターで。王身長シムルグ来たー、いや、ま、マジこれもしかしてだけど、これあれか、無限妨害かまされるやばくない、ライチョウいるってことは。でもさ、これさデッキから出てくんのさ、ちょっと待って、ライチョウ出てくるってことはよ、ってことはさ、ちょっと待って、マジでやばいな、こ待てよ、これミストバレーのライチョウとミストバレーの巨身長のアルティメットコマ、いやでも殴ればいいか、殴ればいいっていう説ある、殴れば無限妨害じゃない、うわ、殴りケアされたやべ、ちょっと殴りケアされてる、やべタイタニックギャラクシーで攻撃を誘導し、そしてミスバレーの巨神長とミスバレーのライチョウによって無限妨害を構える、このなんだこの最強デッキは、やばいぞ、まずい、ライチョウを突破する手段がない。とりあえずスモールワールド通りますよね、あ、ですよね、まあ、そうなりますよね。サーキュラーの効果、ちなみに、シグマを落として効果発動したいんですけど通ります、あ、ですよね、シグマの効果発動したいんですけどこれ通ります、あー、残機ダイヤの召喚効果発動したいんですけど対象これなんですけど通ります、無理先行100億妨害やんけ、やばいって、これ怪奇怪獣ガムシールもびっくりの妨害能力だって、これやばいって、怪獣使い泡吹いて倒れる妨害室だって、これやばいって、強すぎて草、いやでもおもろいな、いや久しぶりに決められたこの最強コンボ、昔はよく決まってたんだけどね。